い、どうもマグニーです。皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか。ご覧の通りですね、相当作ったんですけれども、私がね想定していた、33×33 の、場所以外にできまくってしまいましてですね、様々な成長を余儀なくされですね、かなり手間がかかっております。まだまだ、全然ね、目標の個数には到達してないんですけれども、なんかね、この辺も設置せざるを得なくなって、このやけに高いネザーゲートはですね、ここがもともとこれぐらいの高さ、このジャンプした俺ぐらいの高さに、地面があって、地面を掘ってですね、黒曜石を設置したというね、経緯がございまして、こんな感じになっておる次第でございます。ここにあった家もね、今やもうどこに行ったか分かんなくなってしまっておりますし、当初予定していたというかですね、目印にしていたこう端っこの穴がもうなくなっちゃってるんですよ。前の動画ご覧いただくと分かると思うんですけれども、一応ほら、ここ、一番端っこだったよっていう予定地。もう圧倒的にオーバーしております状況です。全然でこっち側には生成されず、一応まあまとまってできるにはできるんだけど、どんどんこう、あっちのポータルの方へこっち側へ広がってきちゃってるんですよね。想定されていた部分とちょっと違う方向に進んでいっちゃってる感じです。まだまだできる気がしない。今日はですね、あと何回かちょっとやらせてもらって、違うことやりたいと思います。はい、こっちに来て、こう戻る。何回やったか、これ。これ、ほんま、ジエンドで、黒曜石取ってきてる方が、なんかもうちょっと早かったんちゃうかなと、思い始めてる頃です。どこまで来たな。この端っこぐらいまで来てるな。にしてもまだまだでしょう。こんだけだって隙間あるんだから。多分ね、いい感じにこう、四角い、形になってくると思うんですよね。そうなると、もう下削ってて、トラップ化していってもいいような気はするんですけどね。やり始めると終わらしたくなってしまうこの罠ですよね。あ、こっち側来たか。今日はこの辺にしとこうか。じゃあ、もうすぐ夜になりそうだし、家に戻ろう。おやすみなさい。はい。というわけで今日はね、皆様、最近からですね、私の、チャンネルを見始めた方のためにですね、施設紹介をね、行っていきたいと思います。いや、ほんとね、ちゃんとそういうのやっていかないといけないんですよ。まあまあ、一番初めね、ここ、ね、これがね、リスポーン地点だよということです。ここがね、私のリスポーン地点なのでございます。ね。で、ここに一番初め拠点を作りましたよね。家をね。いい感じの家を作った。もうそれはもう跡形もなくなってですね、ここはちょっと駅っぽくさせていただいております。で、ここを拠点というかですね、初めの位置として、まあいろいろご紹介していくんですが、まあ一番端っこの方から行きますかね。まあ、こっち側から行きましょう。ここはですね、ネザーゲートです。はい、ここに入ると、最近私が、まあいろいろやってる、あちらの世界へ行けるわけでございます。で、ここにいっぱい敷いてある線路はですね、村人を移送するために敷き詰めたものでございます。はい。こちらにやってくると、はい、このように部屋がございましてですね、こっちに出ていきますと、はい、ご覧ください。あっちに行くと、村人を増殖させている村が存在するんですね。なので、こうやって線路で繋いで村人を移送させるためにこれ設備作っておりました。はい、やってまいりました。でですね、こっち側には要塞。これはね、俺の設備じゃないか。はい、このネザーゲートで突撃しますと。はい、なんかピッて取ったぞ。はい、こんな感じでですね、村がございましてですね、曰く付きの物件がここにはございます。何度もご紹介してるんですけど、大火事になっちゃったってやつですね。この大火事になっちゃった時の動画のリンク下に貼っておきますから、気になる方はご覧いただければと思います。この村はですね、他にはまあ何も触っておらずですね、村人を増殖させるための設備というのをね、こちらに作ってるんです。こちらでーす。じゃじゃん。こうやって、部屋の中をこんな感じにしちゃって、もう子供が増えてないからもう増殖してない感じですね。
増殖する意味もないから、この村の利用価値をちょっと今後ちょっと考えていかないなと思ってるんですよ。ほら、これがね、無限増殖に必要な、条件。村人があそこにいて、守られていて、その近くのこの村の中の一つの家に、の中で増殖してもらうというね、一つの作戦でございますね。で、まあ、いつ連れて帰るんだというこのロバオ君がここにいたりとかするわけですけどね。はい。まあ、ロバオ君、今乗っていかないよ。もったいないから、時間が。じゃあ戻ります。はい、戻ってまいりました。この分岐点の部分なんですけれども、あちら側に行くと、もう最近やってるからもう皆さんご存知かと思いますけれどもね、こっち側に行くと、キノコバイオームね、もう昨日もうすでにキノコバイオーム行ったんでね、こちら側行かなくていいと思いますけれども、キノコバイオームと、要塞、私がね、初めて見つけたネザー要塞への道がこちらになっております。今日は行かないで戻ります。ここにはですね、ゆくゆく線路と、何でしたっけ？パワードレール引いてやっていかないといけないので、今、冒頭で見ていただきました、黒曜石にて、ピックマントラップをね、作っているところでございます。ピックマントラップを作ることによって、金をたくさん、ゲットして、このパワードレールには金が必要ですからね。もう金色してますからね。はい、これを作るために、金を量産しているところでございます。ちょっと待って、そうそう。これ帰ろうかと思ったんですけれども、こちらに、行きますと、はい、ネザーゲートがありまして、これが先ほど、無限増殖、ゲートを無限増殖させていたネザーゲートでございます。ね、結構近いんですよ。ネザーでは近いけど、現実世界ではかける8倍の距離になるというね、ネザーの法則があったりとか。そんなのも、あ、ポーンって言ったね。聞こえました？今。夜になったということでございますよ。よし、じゃあちょっと先に寝ましょうか。おやすみ。はい、それではね、順を追ってご説明していきたいと思います。こちらは OK ですね。続きまして、こちら。行きましょう。GO! はい、ここはスライムチャンクでーす。はい、こちら、スケルトンのトラップです。ここは経験値トラップとかではなくて、こちらご覧いただくと、はい、骨と、弓矢をね、貯めようと思って作ったところでございますが、もうほとんどっていうかね、全くもって役に立っておりません。なぜなら、マグタウンの方にはですね、トラップタワーが存在するからでございます。ちょっと改造して経験値も取れるようにするといいかもしれませんね、ここもね。はい。まあそれはいつの話になることやらということでね。で、こちらの設備の説明なんですけれども、はい、ご覧ください。今もうカチャ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 スケルトン湧いておりますね。で、こちらの方に、上の方にですね、電気、用意しております。はい。これをね、つけることによって、スケルトンが湧かなくなるというね、そういうギミックも初めて作ったのがこちらですね。はい、こっちはね、もう洞窟の中なんですよ。まあ、何度かこちらの洞窟もチャレンジしてるんですけれども、結構ダイヤが取れた場所でございます。はい、以上。以上でーす。帰ります。はい。ちょっとここを見に行ってみましょうかね。スライムチャンクですね。今いろんな方が作られておりますけれども、ここが私のスライムチャンクなんですよ。この部分ね。この部分。でもね、全然湧かない。一応場所は合ってるはずなんですよ。一匹二匹は湧くんでね。私、だからスライムチャンクを諦めてですね、あちらに行くようにしたんですよ。湿地帯でスライムを稼ぐというね、荒技に出ております。よいしょ。はい、帰ってまいりました。はい、続きましてですね、こちらの階段をご覧いただきたいんですけれども、はい、奥深くまで続いております。ちなみに、ここにあるのがスライムチャンクへの道です。はい、ツルハシと人参が用意されておりますが、はい、ご覧の通り、ブランチーマイニング会場となっております。こちらもね、ゆくゆく開拓してね、地下都市でも作ってくださいというね、お声を頂戴しておりますので、それもね、やっていきたいと思っております。どっちにしてもすんげえ時間かかりそうだな。まだね、こっち側に行くと、まあ多少こう、ブランチマイニングできるというね、可能性はあるんですけれども、行くとしたらこうだな。こんな感じで掘っていくことになると思うんです。こうやってね、2マスずつこうやって、進んでって、まあ、ある程度進んだ段階で、お、エメラルド出た。エメラルド出たぞ。よくやったな。毎回、昔はですね、この動画のケツか、まあ、頭とかにですね、ブランチマイニングのコーナーって言ってね、
やってましたよ。レッドストーンがまあまあそこそこ取れてね。だから、レッドストーンには困ってないですね。お、ほら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 。結構レッドストーンが多いんですよ。よいしょー。それではね、それでは施設で、これはね、サトウキビ、製作、自動製作機。これね、まあまあ効率は悪いんだけど、すぐに作るの簡単でですね。これね、参考にさせていただいた動画をよく見てみると、マドネスさんの動画でしたね。マドネスさんを参考にして作ったものは、もう一つございまして、それではまた後ほど。で、こっち。はい、誰が見てもすぐわかりますね、これだと。はい。iPhone ゾ。こちらです。結構対策でしょ。これね、私の視聴者であります、ペケペンさんが設計図を書いてくださいました。で、その設計図通りに作ったんですけども、4動画ぐらいかかりましたね。まあ、それでも4動画で作れるんだから、まあね、よかったですよ。8月28日に完成したというね、ここに、看板がありますね。はい、マグタウンはこちらになるんですけれども、こちらを説明する前にですね、ちょっとね、行きましょう。よいしょ。はい。別荘です。はい、こちらにですね、はい、かまどじゃないや、暖炉のある、ちょっとまあ雪国なんでね、暖炉でちょっと暖を取りつつ、ということでね、こちらが私の別荘です。別荘のベランダからはですね、マグタウンを一望できるようになっております。はい、こちらですね、広場。バーベキュー広場というね、形で作りました。まな板とかちゃんと置いてありますが、机が汚れてるなっていうね、コメントをいただいて、確かにその通りだと思っております。おやすみ。はい、こちらに来ますとですね、あちらから来たんですけど、あっち別荘ね。こちらに、冒頭でお伝えした場所ですね。今トラップを作ってる途中の場所がこちらに見えてまいります。で、こっちですね。こっちはですね、毒蜘蛛トラップがあるんです。おりますよ。はい、ちょっとダメージ食らっちゃうんですけど、ここにエンチャント台があって、エンチャントもんがたくさんここにございますね。これも移動させようと思って、まだ途中で飛んだしちゃってる感じですね。はい。で、こっちですね、毒蜘蛛トラップは。はい。ここがちょっと経験値稼ぐ場所ですけれども、これね、で、オンオフにすることによって、電気をつけたり消したりっていうことが可能です。こちらが、上ね、明かりをつける場所。今電気ついてますよね。今電気ついてんだけども、なんかね、キュッキュッキュッキュ言ってますね。はい、ちょっとこっち見に行ってきますけど、はい、こうやってなってます。意外、それ以外のところで湧いてんだね、これね。はい、まあこんな設備でございますよーと。じゃあ、戻りましょう。よいしょ。はい、こちらに着くとですね、こっち側にはですね、あいつがいますね。あっちのネザーゲートをこう、無限増殖させるためのネザーゲートでございますね。がありまして、で、こちらですね、行ってみましょう。来ました。ここはですね、200回目記念のモニュメントを作ろうと考えている場所でございます。この場所はですね、もともと私が初期に、黒猫をね、飼っておりまして、一番初めにね、ペットにした動物が、黒猫だったんですけど、その名前ね、黒ちゃんという名前で、黒ちゃんと旅に出た時にですね、ここでちょっと黒ちゃんを作業中に誤ってですね、殺してしまうという、過去がございまして、こうなんかこうやって整地してる時にね、黒ちゃんがいて、なんかザクってやっちゃったみたいな。過去がございまして。で、ここはその記念すべきそのクロちゃんモニュメントのあったところなんですけれども、そこを200回目の記念モニュメント制作場所というふうに決めております。視聴者の皆様にはですね、200回モニュメントのアイデアを募集しております。よいしょ。はい、こちらはですね、湿地帯バイオームに作った拠点。
先ほどスライムチャンクがね、の紹介をしましたけれども、スライムチャンクではちょっとスライムが脇が甘すぎるので、スライムボールはね、こちらで、取っております。はい。それ以外は何もございません。こっちには何もなかったね。何もなかったですね。はい、以上でございます。この家もね、いい感じの家ができています。はい、勢いで作った割には綺麗な家になっている。まあ中にはね、中はね、特に何もないんですけど、まあこの湿地帯バイオームはね、結構いろいろと活用価値がありますので、こうやって繋げました。夜か?違う。よし。じゃあ帰りましょうか。あ、待って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 。ああ、長いな。長い道のりだったけど、あれでもう1キロは達成してないんですね。ダメなんだ。マイクラの世界の1キロは遠いね。